今年9月、県内に猛威を振るった台風15号から2ヶ月が過ぎ、先週末で平日の一般ボランティアの活動が終了しました。しかし、浸水被害を受けた地区では、復興はまだまだという声が聞かれます。静岡市清水区の大内公園です。こちらの公園が昨日まで清水区のボランティアの拠点となっていましたが、活動の縮小により今日から閉鎖となります。清水区だけでこれまでにおよそ2800人が参加した台風15号の復旧復興に向けたボランティア活動。一般ボランティアによる平日の活動は先週末で終了し、今後は清水社会福祉会館ハートピア清水を拠点に週末のみとなります。当初に比べますと、ご依頼の件数も減ってはきておりますし、また活動内容も初期の頃のような長時間の一日作業というよりは細かな片付け等のお手伝いといったものが多くなってきているものですから、はい、週末に集中してやっていくような予定でおります。昨日は災害ごみの仮置き場での受け入れも終了しました。静岡市は災害ごみが推定で2万トンを超えるとして、清水区内に2つの大規模な仮置き場を設けていました。今日はゴミの最終日ってことご存知でした？はい、知ってました。うちね、まだね、リフォームができてないんですよ。それで捨てたいものはまだあるんだけど、でもすごく親切にいろんな方たちがね、やってくださるのでね、とても助かりました。市などによりますと、開設当初は大内新田の仮置き場で1日あたり車両250台がゴミを搬入していましたが、最近は50台程度に減ったということです。静岡市は今後、電話もしくはインターネットで個別収集の申し込みを受けるほか、静岡市葵区にある2つの清掃工場への持ち込みで災害ごみを受け入れるとしています。規模を縮小する被災地での支援。しかし、床上まで浸水した地域では復興に向けた動きが続いています。これね、子どもの小さい時買ったキャンプのあれだとか、これが泥になっちゃってるもんで、洗ってまた乾かして、まだまだと思うよ。で、断熱材を取りました。そう、寒くてもしょうがないから、ホットカーペットどうしていいか分かんないですよ。そうです。床上20センチまで浸水した家では、壁の張り替え作業が行われていました。どのあたりまで来たんですか？ボランティアさんにはその泥、側溝の泥を取ってほしかったんですけど、自宅の片付けで手一杯のため、側溝の掃除はボランティアに頼みたかったといいます。しかし、他の地区と比べ優先順位が低いと判断され、支援を受けられませんでした。みんな来ても、ここ本当についたの？って言われるんですよ。みんな綺麗っぽく見えるから分かんないですけど、みんな被害を受けて床上で、大変な思いしてるんです。行政はもっとボランティアとうまく連携してほしい。被災地からはそんな声も聞かれました。